にちは、札幌占い美容師サイバーガシの後藤です。髪の毛が結構細いんですね。結構髪が細くて結構色がすぐ抜けてしまうみたいなので、やっぱ触った感じもすごく細いです。で、どのくらいで落ちるんですか、色は。どれくらいだろう。すぐ落ちる。結構すぐ落ちます。すぐ落ちるんですか。で、で今ちょっとまっすぐにモデルさんになってるんですけれども、結構あれ普通に考えたらモシャモシャってなっちゃう。結構、はい、うねりが出る。うねりとか癖がすごい。今日は縛ってたからまっすぐ。そうですね、縛ってたからまっすぐ。あ、そっか。じゃあ本当はもうちょっとわーってなって、はい、毎朝はじゃあそれをアイロンしてるのか。あ、そうです。あ、なるほどですね。ちょっとステップカラートリートメントっていうメニューで、少し癖もちょっとまあ多少ね抑えながら、色をねしっかり入れていきたいなっていうふうに思ってます。で、今回はかなり営業ベースでちょっとやっていきたいので、結構シャンプー台でね、やることも多くなったりとかするんで、リアルなねその営業ベースのやつを実際にやっていきたいなと思ってるので、まあ、ここで見せながら塗るっていうことはあまりしないですけど、ちょっと営業ベース風にやってきますんでお願いいたします。これ今微通販の 6% なんですけれども、 CMC オキシ、こちら、6% じゃなくて、3% で十分です。そして、これオイルですね。いつも使ってるオイルを入れます。複雑なカラーなのかもしれないですけど、オイル、オーガニックオイル入れたりとか、まあ、ちょっとね複雑化しちゃうかもしれないんですけど、まあ、10% ぐらいこのバイオレットを入れることも、はい。で、後でシャンプーしますので、軽くですねシャンプーつけて泡立てますね。水分が残ってると色入りづらいので、毛髪内の水分をタオルドライをしっかりしていきます。はい、タオルドライをしっかりした状態で、先ほどの薬をつけていきます。まあ、咳でつけない理由としては、この段階でですね、ただあのハイトーンの場合は、まあ、ちょっと今話しながらやったんですけど、まあ、これの半分ぐらいの時間でやってます。はい、普段の営業の場合でしたら、はい、でゼロテクですね。根元はゼロテクでお願いします。ハケを寝かす感じです。じゃあこれでね時間を置きますが、ラップとかすると根元をリフトしてしまう可能性がありますので、一切ラップもせずこのままちょっと時間を置いて流していきたいと思います。これがまあ一般的な営業ベースのやり方になります。はい、今ね、色入りましたので、これで、シャンプー台で流していきたいと思います。はい、ちょっと癖をですね抑えてくれる働きを今これからしてくれますので、ちょっと、はい、この状態ね、まだあのちょっと暗めフィルメッシュってわけじゃない、ステップカラーストレートの癖毛も取りながら、色もトーンを上げていくみたいな、アップでもいいのかなって感じがしますね。髪質改善しながら、改善するのにまずトリートメントとかって一般的に多分3熱トリートメントがかかるし、プラスカラーしたら結構かかるし、まあ、時間もかかると思うんで、まあ、それを時短でできて、まあ、3熱よりも効果出せるとなると、まあ、それなりの、メニューの価格でもいいのかなって感じがしますけどね。今ちょっとバームオイルつけてます。こちらバームオイルをつけて今度やってみますね。最強のシール、最強のシール出てきたらそうですね、まあそれもお店でやってくれるのかもしれないけどね、最強のシール、それで手術時間が短くなるっていう、最強のシール付きのみたいな、
まあ、あんまりね長さ変えないですからね、はい、手先だけちょっと、最近さ、やたらと救急車多いさ、この店にいるとさ、ほんと、え、またみたいな通り道なのね。あー、なるほど。そう、めっちゃ多いよ。なんかまたちょっとでも怪しかったら、俺コロナかみたいな感じで、俺らそう、わかんない。なんかすごいんだよね、ほんとに。へー、怖いですね。結構リアルに多い。いや、絶対大したことないんだろうなと思うんだけど、そんなに多いのは。ここら辺が分かります。分かります？はい、分かります。ちょっとね、自然光またすごい色になるので、はい、結構このグレージュの色も、うん、はい、まあ、抜いたらもっとさっきみたいな感じになりますし、でもこのぐらいでもいいと思いますけどね。そうですね、このぐらいが、うん、綺麗だと思います。ちょうどいいです。あと艶感がね、はい、かなり出たと思いますから、うん、それをシャンプーした後にちょっと違うなっていう感じが分かっていただけるんじゃないかなと。まあ、矯正までいかないですからね。はい、この矯正かけてまではまだはいかないので、ただ髪質を変えたって感じですね、うんうん、はい、あくまでもそこまでですが、こんな感じです。